ありがとうございます。阪神タイガース13年ぶりの前半戦首位ターン決定、はい、ということでね、まあ、試合はね、8対2で敗れたんですけど、まあ、とりあえずね、2021年、セ・リーグ、首位で折り返すことが、できたということで、はい、まあ、ここはね、まあ、素直にね、喜ぶところかなと思ったんで、まあ、クラッカーをね、打ち上げたんですけど、まあね、昨日ね、最高のね、勝ち方、3点差をね、最終回でひっくり返すという勝ち方をね、したにもかかわらず、阪神打線はね、目を覚まさなかった。なかなかね、ちょっと深刻な状態で、昨日のあのサヨナラで、抜け出せないっていうことでね、ちょっと心配ではあるんですけど、まあ、幸いにもね、オリンピック期間に、入るんで、あとね、1試合、明日ですね、明日乗り切れば、とりあえず前半戦が終わるということで、まあ、1回ね、リフレッシュするタイミングがね、あるんで、まあ、そこでね、しっかり状態をね、整えてもらって、エキシビジョンマッチとかでね、状態を整えてもらって、また後半戦ね、今年のね、開幕当初、みたいなね、強さを取り戻してね、欲しいです。はい、今日のね、試合を振り返っていくと、まず初回ですね、今日は先発がアルカンタラ投手だったんですけど、いきなりね、桑原選手、森選手、そして佐野選手にね、3連打を浴びて、先制をね、許しました。さらにその後、宮崎選手、外選手にもタイムリーを浴びて、まあ3対0とね、いきなり重い3点が、のしかかってしまいました。さらに3回には、オースティン選手にホームランを浴びて、まあ、アルカンタラ投手はね、結局細かいで、マウンドをね、降りることになってしまいました。いやー、オースティン、あんたどんだけ打つんマジで。阪神戦でね、今シーズン4本目ということで、マジでね、打ちすぎでしょ、ほんとに。打率もね、阪神戦でもね、高アベレージを残してて、いや、ほんとにね、もう、セリーグの中で、一番阪神戦でね、打ってる選手なんじゃないかと、いうぐらい打ってますよね。まあ、アルカンタラ投手もね、ここ最近の試合、まあ、ずっとね、いいピッチング、クオリティースタートとかね、割と、試合内容を作ったりとか勝ち投手になってもおかしくないようなピッチングをずっとしてたんですけど、今日はねちょっと投腕感覚が空いたっていうのもあって、なかなかあんまり本調子ではなさそうでしたね。はい、まあということをねちょっと考えると、アルカンタラ投手をね先発で使うっていうよりかはリリーフでね回したら面白いかなと、はい、ちょっと思いましたね。解説のね赤星さんも言ってたんですけど、赤星さんはね及川投手を先発で見たいと言ってて、まあ、リリーフがねちょっとサウスポーが矢崎投手以外にね、あんまり安定してるピッチャーいないんで、まあ、及川投手ね、リーフでもね、貴重な存在ではあると思うんですけど、まあ、アルカンタラ投手はね、ちょっとマジでね、中継いで一回見たいですね。ストレートは155キロとかね、全然出るわけだし、今のこの、セリーグ最下位の救援防御率っていう状況があるんで、まあ、新しいね、何かをしていかないといけないと思うんでね。そして4対0とね、リードを広げられた阪神は、5回、先頭中尾選手が、セーフティーバントで、出塁しました。はい、これでね、中尾選手10試合連続ヒット。ということで、はい、戻ってきましたね。もう完全に、ブレイクし始めた時の調子がね、戻ってきました。いや、でもセーフティーバント、めっちゃ良かったね。うん、意表を完全についてたし、いいところにね、本当にもう、ピッチャーと一塁手のね、まあ、間というか、日本シリーズの西岡剛選手のね、プッシュバントみたいな、うん、あれをね、思い出すような感じのね、バントで、いや、本当に良かったですね。最後もヘッドスライディングしましたもんね。最高でした。そして、代打の陽川選手がヒットをね、放って、ツーアウト一塁三塁と、反響ね、チャンスを作ったんですけど、チャンス選手がね、セカンドライナーに倒れてしまいました。めちゃくちゃいい当たりだったけどね。まあ、でも正直ね、ここが結構ターニングポイントだったかなと、はい、僕はちょっと思いましたね。まあ、この回に1点返してれば、流れが阪神に完全に来てたかなと。うん、中野選手のセーフティーバントで、だいぶね、持ってきて、さらに代打陽川選手が繋いで一塁三塁ってことで、ここでね、1点が入ってればっていうね、場面でした。しかし、7回の裏、佐藤輝明選手がタイムリーヒットを放って、阪神ついに1点返しました。いやー、佐藤輝明選手ね、疲れがね、もう溜まってて、バッティングもね、本来の調子じゃないんですけど、まあ、ここはね、フルスイングというか、結構当てに行った感じですよね。なんとかボールに食らいついて、1、2塁間をね、抜けていくっていう感じで、佐藤輝明選手にしては珍しいミートにね、消したような感じのバッティングで、まあ、調子がね、悪い時は、そういうバッティングもね、全然ありかなと、はい、思います。はい、これでね、4対1と、1点返したんですけど、8回ね、出てきた藤波選手が、先頭ファーボールで歩かしてからの4連打、浴びて、7対1と、試合をね、壊してしまいました。藤波選手もね、昨日、3者連続三振、オースティン選手、宮崎選手、牧選手。悔しいなぁ、ほんとに。昨日ね、完全に抑えてたバッターにね、打たれたんで、なかなかね、リリーフでもね、うまくいかないことが続いてるんですけど、まあでもね、やっぱり持ってるものはね、普通のね、プロ野球選手とは違うし、なんとかね、浮上のきっかけを掴んでほしいんですけどね。そうですね、先頭の佐野選手にね、ファーボールを与えて、セットポジションになったんですよね、今日は。まあ、藤波選手ね、セットポジションになってからね、打たれるっていう、まあ、ケースが多いんでね、まあ、そこをね、やっぱりね、なんとかね、していってほしいですね。まあでもね、佐野選手が17号ソロホームラン、ハート
ハッピーアーズ。はい。まあ、最後にね、一発見せてくれました。レフトサンドにね、しっかりね、ボール捉えて持ってってくれました。まあ、結果的にはね、8対2で負けてしまったんですけど、今日は今年も負けたということでね、前半戦の首位ターンがね、決まったんで、まあ、いいんじゃないですか。そしてあとね、オリックスも首位ターンを決めたということで、関西両球団が首位ターンをね、決めたのは49年ぶり。はい。いや、ほんとにね、日本シリーズね、期待しちゃいますね。阪神対オリックス。これめっちゃ見たいですね、ほんとに。交流戦でもね、結構いい試合ね、してたし、何よりね、日本シリーズ7試合、全部メール説がね、もうあるんで、ほんとに。大阪と兵庫ってことで。はい。こっちのね、関西に住んでる人間からしたらね、最高の環境ですから、見たいですね、ほんとに。関西ダービー、関西対決のね、日本シリーズ。はい、それではね、今回はこの辺で動画を終了したいと思います。この動画を見てくれた方は、ぜひ、高評価と、チャンネル登録よろしくお願いします。それではご視聴いただき、ありがとうございました。